しゃ、出てきた岩の中から。うっしゃ、ふふ、岩の中から出てきたぜ。ね、まさにフルスイングのね、特徴が生きた一発だな。ゆっくり強く引っ張れるから出てくる。ああ、申し訳ないけど他のシャットテールじゃなかなかこの引っ張り方できないよ。ゆっくり強く、まさにそれを象徴する一発。うどんやそばには七味、ラーメンには胡椒、まあそういった具合に料理でも相性ってものがあるよね。もちろんこのフルスイング、これを使っていく上でもフィールドの特徴、そこの相性っていうのが出てくると思うんだよね。まあそういった意味では今回訪れた、九州を代表する、ね、メジャーフィールド遠賀川、ここのフィールドの特徴、これを簡単にかいつまんで紹介すると、まず一つ、それは何か、ストラクチャー。その中でもよりフォーカスをグッと絞って紹介するならば石、これに尽きるんだよね。比較的ストレートな川、比較的浅い川、その中で魚がより身を寄せやすい場所、それはこのフィールドでは石であったり岩であったりテトラであったり、いわゆる硬いものなんだよね。いわゆるこの硬いものに刺してくる、ついている魚、それをどう釣っていくか、それが遠賀川での安定した釣果を生む一つのキーワード。そう考えていった時に、何かの凹凸、これについている魚を引っ張り出してくる、巻いて引っ張り出してくるって考えた時には、強くゆっくり動いてくれるもの、これが基本的には強くなってくる。弱くてあっという間に通り過ぎてしまうか細いものでは、よっぽどピンをうまく射抜かない限り魚はなかなか釣れない。そう考えていった時に、誰もが安心してただ投げてゆっくり巻いてあげるだけで強くいいアクションを出してくれるこのフルスイング、どう考えたって相性はいいよね。うらねえ、あ、今回のこのアフターコンディションの中で、あ、さらにこのスポットね、やっぱりゆっくり強く巻いてやると、本当にスレッカラシのこういったポイントでもズドンと出てくる。あー、フルスイングすげーな。あー、ここでこの一発は価値があるよ。小さいポーチにちぎって入れられるパッケージでもマジでこれは便利。これ楽だよね。やっぱ朝会った釣り人にも言われたように、アフターだからちょっとフィネスじゃないと厳しいんじゃないんですかって言われた感じはなんかわかるな。なんかこう釣りづらいは釣りづらいんだけど、ただそのね、アフターのコンディションだからね、イコールフィネス、もちろん大正解なんだけど、それだけやってるともうやれる釣りとか場所とか制限がすごいかかっちゃうんだよね。ピッて投げてゆっくりライトリングで誘う、確かに釣れるんだけど、これでカバーできるエリアの数って知れてんだよね。だからやっぱりこういうシャットテールで広い範囲を、ね、効率よく釣っていくっていうのは、これも絶対どの時期でも大事なこと。でさらにこのフルスイングの特徴としては、まあ、朝釣ったとこって狭かったでしょ、朝一に釣ったとこっていうのは、あれは狭さが生きてくるとは思うんだけど、こういう広い景色でもゆっくり巻ける、まあ、これは早春とか冬とかね、低水温時にもすごくメリットになるんだけど、このアフターもそう、結局脳進行ゆっゆっくり落としていくから、アフターの魚がふーってきてパフで弱い吸い込みでも食ってくれるんでしょ。ただこれは落とすわけじゃないけど、ゆっくり負ける、要はスローに強くゆっくり負けるから、アフターコンディションの魚でも
攻略はしていけると思うんだよね。だから今までのシャットテールがゆっくり巻くとケツが振らない、だからある程度のスピードで巻いてやんなきゃいけないってなると、こういったアフターのコンディション、もしくは低水温期、もしくは濁りが入ったタフった時、そういう時には結構苦しかったと思うんだよね。だけど、まあ、今日一日ねやっていってみないと分かんないけど、このオンガの朝行ったとこもメジャースポットで、今入ってるとこもメジャースポット、こういうメジャースポットでこのゆっくり強くっていうこのフルスイングの特徴が、まあ、どこまで生きてくるかっていうのはね、これちょっと楽しみだよね。俺はそこそこ効くと思う。ゆっくりっていうのが季節感とかそのタフった時には絶対合うから。対岸まで余裕で届くからね。ね、あメジャースポットのいい魚、あゆっくりテロ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 、うん、あフルスイングのテロテロ引き、他のシャットテールにはねまずない特徴。生きたね、いいバス。よし食った、よっしゃバス、よっしゃいいじゃんでかいよ、うわふー着水ゆっくりパッ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 横飛びドカーン、よしでかい。アフターで細いけど、よしふるねえ、ちょっとちょっと細めだけど、ああ対抗はあるよ。これが音楽とフルスイングの相性の良さだよね。くー、ああ音楽ではフルスイング間違いなしだな。